運動ハロー YouTube、くーちゃんねるのくっと申します。今回はこれを買ってきました。焼きそば弁当、なんとか味、バター風バター風味味、たらこ味だった。これにはね、コンソメスープが入ってるということで、もう開けちゃいましたけど、もう開けていっちゃいと思います。これね、この焼きそば弁当ね、大好きなんでしょ？なんでかって？おいしい！お腹すいた。まず1。まずここの、いい、ここまで開けてねっていう注文があるので開けていきます。入ってたのがなんか曲がってるんだけど、どうなってんの？見てください。ここまでは普通の焼きそば弁当です。内側の上の線まで注ぎ蓋をする。じゃあ注ぎましょう。3分後 C のお湯切り口からお湯を切ります。3、2、1、フレイヤー。こっち入れるんでしょ。なにこの、はい、これを入れます。そのようにいきます。レッツゴー。入れば、ね、入れて、よし、切り口を大きくしたということです。バラリと茹でた。よし、いや、よし、よし、混ぜるぞ。これはね、時間と運の戦いですから。ほら、できました。ではいただきます。いいよ、よし。美味しかったです。皆さんも多分近くの第一とかでに売ってると思います。なのでこれ食べてみてください。まだ動画は続きます。じゃあ3分で食べれるか。やっちゃう、もう始まった。もちろん食べられた。なんていう始まり方。残りは10秒で食べていきましょう。
やばいって、やばいって。多分ね、多分3分10秒くらいはで食べれると思う、俺は。スープも美味しい、焼きそばも美味しい。ぜひ食べてみてください。じゃあのじゃあのー、おしまい。